皆さんこんにちは、カメラマンのタクです。今日は、こちらにある PL フィルターを使った睡蓮の撮り方を解説いたします。PL でなんで睡蓮と思った方も多いかもですけれども、音質でですね、睡蓮を撮影していますと水面にですね、天井のフレームが網の目のように映り込んできます。でこれを避けるようにして、構図を撮ろうとするとですね、かなり制限されてしまいます。PL フィルターを使って、水面反射を除去してあげると、この網の目がですね、完全ではないんですが、かなり目立たなくすることができます。また睡蓮の花や葉が、見た目に近い色再現になって、かなり鮮やかな印象で写すことができます。弊害としては、睡蓮のですね、中央に大きな水たまりがあるんですけれども、それが消えてですね、ちょっと目立たなくなってしまうということがあったりはします。いずれにしても撮影全般的にですね、かなり効果的ですので、早速ですね、撮影してみたいなと思います。3ステップで撮影していきます。1番です。まず望遠レンズを装着してください。池の中の睡蓮は、結構離れたところでですね咲いてますので、200ミリから300ミリ以上ぐらいの望遠があるとですね、花を大きく写せると思います。構図は、花の向きにもよりますが、睡蓮は、目線よりもかなり低い位置に咲いています。ですので、撮影者もですね、ローアングルで、狙った方が、背景をぼかしやすくなります。それとですね、人工的なこう音質の中で撮影している感じというのを、その遠近感がつくことで、和らげることができますので、ローアングルの撮影がおすすめです。ただあまり距離がですね離れすぎている場合は、それほど違いは、ないかもしれないです。2番です。カメラの設定ですが、絞り優先モードにセットします。絞りはですね、背景をぼかしたいか、もしくははっきりさせたいかで、任意にですね、可変させてみてください。3番です。PL フィルターを装着して、リングを回していきます。水面反射が取れるとですね、フレームが目立たなくなったり、花や葉が、鮮やかになります。そのポイントで、シャッターを切ります。PL フィルターは、レンズにですね、ねじ込んで装着します。そうしますと二重になっているんですけれども、この前ですね、前側のリングがこう回ります。ですのでカメラでこう覗いてですね、前のリングをこう回していきます。その過程で、水面反射が取れたりとか、花やですね、葉がですね、表面のテカリが取れてですね、鮮やかになったところでリングを止めます。はい、いかがでしたでしょうか。注意点ですが、 PL フィルターは必ずですね、回してですね、効果のあるところで止めるというふうにして使用するようにしてください。よく撮影会では、つけっぱなしの生徒さんというのが結構多いです。で実は PL フィルターはですね、効果がないシーンも結構あります。そんな時にですね、これをつけっぱなしにしておくと、見た目ですね、結構こう暗いですよね。サングラスをつけているような感じです、レンズに。
そうしますと暗くなってですね、現行されて暗くなって光の量が減りますので、シャッターのスピードが落ちていきます。だいたい2段からですね、3段ぐらいシャッターのスピード落ちてしまいますので、つけっぱなしにしないように、してください。効果のある時につけるというような使い方をするようにしてみてください。さらに音質はですね、野外よりも暗いです。ですので手ぶれに注意して、少し高めの ISO 感度でですね、撮影するようにした方がいいと思います。ISO 感度の設定がよくわからない方はですね、オートにしておいてください。PL フィルターに関してはまた別の動画でですね、詳しく整理してお伝えしたいなと思っています。それではまた、お会いしましょう。